茨城県石岡市。養鶏業を営んでいる田中さん一家は、八郷半田自然卵という無頭薬平飼有精卵の卵を販売しています。こうした養鶏業を中心に、田中さんは循環可能な自給自足型生活を実践し、過剰に生産と消費に偏った現代社会に警鐘を鳴らし続けています。自給自足の一環として、かつその循環型の生活がしたいと思っているので、それで人糞尿を発酵させて畑に施肥して、それで畑から人間の食べる作物を取って、それプラスうちでは鶏を飼っているので、あと鶏糞を鶏舎から畑に入れて施肥して、それで畑から草とか野菜のクズを持ってきて鶏にあげてます。常にこう循環するようなサイクルでやっていますので、永久ループです。で、今の生活、都市部の生活の人っていうのは循環がなくて全部一方通行になってます。例えば何か食べます、糞尿で出ます、下水場で流します、下水場で処理してまた流します、一方通行なんですね。必ずゴミが出る。で、食べ物も一緒ですね。だ、そういうような形ではなくて、永久的に続くループをこう作る生活を畑と人、鶏でやっています。上のが太陽熱温室機で、下のが太陽光発電機なんですけど、パネルが乗っていて、それで、自分のところで電気を発電して、それとあと、蓄電池で発電したものをちょっと貯めておいて夜使うという形にしてあるんですね。それで電気の自給も、ある程度してるんですけど、それとあと電気に付随して、うちは水道が来てないんですよ。で、アサイトなんですが、井戸を掘ってあって、その水も電気のポンプで汲み上げてるんですね。で、排水に対しても浸透式って言って、地面に染み込むようなシステムになっています。当然ながら地下水にまた帰っていって、その地下水にまた汲み上げて飲むので、化学物質のそういう合成洗剤とかそういったものは使わないように生活しています。とにかく鶏のために鶏舎の構造もいろいろこう工夫して考えて作ってきましたし、あとその鶏がどうしたら幸せかなっていうことを考えて、常に鶏の気持ちになって、自分でも鶏舎の中に入って鶏になって、ここで安心して暮らせるかな、あとはその産卵箱の中に自分が入って、ここで安心して産卵できるかなって、自分がちょっと鶏になって、その場にちゃんと体験して鶏になって、そういうことを実際にやってみて、あ、これでいけるっていうふうに思ったから、そういうふうに飼うようにしています。これは鶏の重さで、田中さんは年老いた鶏を自分で締めて肉を食す命の学習会を定期的に開催しています。いただきます、そしてごちそうさまの意味を改めて多くの人に問い直してほしいという思いがそこにはあるそうです。はい、何回も何回もそれやってるとかわいそうになってしまう感じで、押しながらこういう感じで、はい、なるべく1回でやってあげてね。はい、はい、どうぞ。はい、あー切れてない。それじゃあ毛止め切れてない、ね、ごめんなさい、皮しか切れてない。あ、切れましたか。あ、切れた切れた、はい、よし。生きるっていうのは他の命を殺して食べるという、そこなので、そこがこう元々の本当の本質だと思っているので、そこが抜け落ちてるんじゃないのかなっていうふうにすごく思っています。いいにして、 OK、 うまく取れた。おお、ここで切っちゃって、木が、
食べましょう。いただきます。いただきますというのは、命をいただきますという意味で、生きているものを殺して食べるっていうことですね。で、ごちそうさまの意味は、食材をまず作って、流通して販売して、で、料理を作ってくれた人がいて、大勢の人が駆けずり回って一生懸命やった結果が目の前の食事になって、それを食べて、その人たちに対する感謝の気持ちを込めてごちそうさま。このコンテナに入っている野菜なんですけど、これはもう塔が立っちゃった野菜くずなんですけどね。これは近所で雪のりやってる方がいて、でうちの卵の腹、要するに いびつとか割れてるやつと交換しているんですよ。で、卵があるからって電話して、野菜があるからって電話来て、それでいつもこうやり取りして、鶏の餌とか人間の食べ物として野菜を交換しています。自給自足というのは私一人だと、まあ、100% 完全にはできるわけではないので、できればうちの近くに何世帯かこう自給自足みたいな生活をしたいっていう人が入ってもらって、例えば私は鶏中心、 A さんが畑中心、 B さんが田んぼ中心、 C さんが果樹中心とか、いろんな分野の人がこう周りにこう入ってもらって、それでその中で物々交換とか物労交換とか労働交換とか、あんまりお金ではなくて、損得だけではなくて、お互いに助け合えるような生活体を作っていきたいなっていうのが、まあ、将来の夢ですね。実家の母ちゃんが、みんなそれぞれもうこの仕事だけやったらみんなまちまちで遊びに行ってたね。兄貴も遊びに行く、私ももちろん遊びに行くだったけど、母ちゃん一人だけみんながいなくなった後にまだ田んぼ片付けてたんだよ。その姿見た時になんてことってすごく思ったよね。それからなんか食べれるってことは作ってる、作るってことは安全、そういうのが全部こうつながっていったの。子供の時から母ちゃんたちが作ってくれたものを食べてきて、で今自分が今ここにあってって言ったら、なんかこう自分の食べるものぐらい自分で作れるようになっていかなくちゃ、それ先に進んでいかないんじゃないかなってどっかで思えたのね。その母ちゃんの背中見た時に、このままその環境破壊、温暖化とかその他もろもろのいろんな問題があって、このまま進んでいくと人間が住めないような環境になっていくと思います。そうなった時に皆さんはどういうふうに今後思って生活しているのか、生活していこうとしているのかっていうのは疑問にならないんですけど、私はそういうことに対してどうしてもやっぱり環境破壊とかっていうのをこう見て感じてだと、もう忍びなく思ってしまう。養鶏を中心とした循環型の生活は田中さんの選び取った一つの選択肢です。自然環境破壊や経済破綻、戦争などといった危機を考えたとき、こうした生活から学べる大切なことがきっと多くあるのではないでしょうか。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。